どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。7月31日、今日の歴史3分講座。本日はあの大政奉還の発案者にして勝海舟の才能を見出して、坂本龍馬には天下の人物と称賛され、そして徳川将軍家6人に仕え、江戸無血開城の際は勝海舟と共に西郷さんと会見を行い、その後西郷さんのお願いもあって東京府知事にもなったあの幕臣の命日でございます。もうほとんど紹介で経歴を喋っちゃいましたけども、本日はですね、大久保一葉さんの命日でございます。まあ、一葉というところでちょっと変わった名前ですけども、これはですね、隠居した後に名乗った名前で、実名は大久保忠広さんですね。で、大久保というとこれは名門ですね。徳川家康の三河時代からの譜代の家臣 で江戸時代はね、小田原城のお殿様を務めた大久保家がいますけども、その一族にあたるお方でございます。で、若い頃から優秀だったんでしょうね。まずですね、11代将軍の徳川家斉の故障になるんですね。で、その後12代家吉、13代家貞、14代家茂で、15代最後の慶喜さんで、6人と言いましたけど、もう一人は誰かというと、その後ですね、徳川将軍家16代になる予定だった家里さんにも明治時代にお仕えしてますね。だからすごいですよね。江戸時代後期から幕末、そして明治と徳川家の盛衰を見守った長老的な存在ですよね。で、何よりやっぱこの方がすごいのは、大政奉還のおそらく発案者であるということなんですね。まあ、誰が本当に最初かっていうのは難しいところですけども、大久保一葉さんがですね、オフィシャルに大政奉還を論じているものというのは、まあ、大政奉還はね、1867年に起きてますけども、その5年前にもう提出してるんですよ。まあ、その意見書はですね、あの、越前のお殿様の松平春嶽とか、あとは松平春嶽の側近となっていた肥後出身の学者さんで、横井湘南という方がいるんですけども、その方々と共にですね、意見書として提出してますね。だから先見の明がすごいわけですよ。で、その時にもう大政奉還を出してるということは、それ以前からもう幕府が倒れるというのは分かってた方なんですね。だから周囲にそういったことを漏らしてますね。あの、自宅を建てている時に、この家が完成するのと幕府が倒れるのどっちが早いかなみたいなことを言ったというのも伝えられてますんで、だから幕臣としてはなかなか考えられないアイディアですよね。なのでね、周りからは当然煙たがられるんですよ。だからこの方は何度も解任させられたりとか、まあ干されたりしてるんですよね。その罰せられた中には、あの、井伊直弼さんが行った安政の大獄にもこれ巻き込まれてますね。でもやっぱり必要な人材だということで、その後旗本の中でも最高位である大名たちなどを監視するための大目付になったりとか、あとは将軍の側近であるお蕎麦御用取り次ぎになったりとかしてるんですね。で、この方がやっぱすごいのはですね、人を見る力があるというところですね。その1853年に黒船が来て、で、その翌年に日米和親条約が結ばれますけども、その頃にですね、老中の安倍正弘という人が、異国船が来ているこの状況に対していろんな方々の意見を求めようというので、まあ、幕府の家臣だけじゃなくて庶民にもですね、意見を求めてるんですね。で、その中の意見書で特段すごかったのが勝海舟の意見書だったんですね。で、こいつはやるぞというので目をつけたのが大久保一葉さんなんですよ。なので、勝海舟さんを日本史の表舞台にグッと引っ張り上げたのはですね、抜擢したのは、見出したのはですね、この大久保一葉さんなんですね。だからその後勝海舟とかを通じてですね、坂本龍馬とも交流をしてまして、坂本龍馬が天下の人物は幕府の中には大久保一葉と勝海舟だという風に言ったりしてますね。で、大政奉還というとね、坂本龍馬さんが発案したというイメージがあって、船中八策のこともここの今日の歴史でご紹介しましたけども、実はもう5年前、さらにはもうその前から大久保一葉さんを中心に語られていた内容だったということなんですね。だから間違いなく龍馬大きく影響を受けてんですよ、一葉さんに。で、その後ね、時代は戊辰戦争に突入していきますけども、江戸城の方にはですね、新政府軍が当然攻めてくるわけですけども、江戸城は戦火にまみえることなく、江戸無血開城がね、行われて、新政府軍の方に江戸城は明け渡されてますね。この時交渉に当たったのが勝海舟と、そして山岡鉄舟、ご紹介しましたが、もう一人いたんですね。これが大久保一葉さんなんですね。で、あの、勝海舟さんと西郷隆盛さんの会見有名ですけども、あれ三田の薩摩藩邸で開かれたという風に言われてますけども、あれなんか1対1のイメージがありますが、どうやらですね、まあ、薩摩藩側にも幕府側にも参加者がいたようなんですね。で、岩倉具視さんの記録によると、幕府側の参加者は勝海舟と大久保一葉だったそうなんですね。ただ勝海舟さんの記録の方だとね、勝海舟さんが一人で行ってる感じなんですよね。まあ勝さんっぽいですけどね。で、もう一人の功労者、山岡鉄舟もそうだけども、大久保一葉さんもあまりこう自分の功績を表に語らないというね、奥ゆかしいかっこよさがありますね。で、その後明治時代に入って徳川家里さんにお仕えすることになりますけども、まあ、徳川家はですね、土地を新たに与えられますけども、それが今の静岡県の方ですね。で、それに大久保一葉さんはついていくんですけども、
これがね、大久保一郎さんの予言なんですよ。倒幕だけじゃなくて、もう一個大政奉還のアイディア出した時に予言してて、その内容というのがですね、まあ、朝廷に政権を返上して、徳川家はというと、もう一大名になればいいと。で、領地はというと、駿河、遠江、三河、この三国の一諸侯、一大名として政治に参加すればいいって言ってんですよ。これ、バッチリ当たってるんですね。だからこれ、後に松平春嶽も、本当に大久保一郎さんの言う通りになったなっていう風に振り返ってますね。で、その後はですね、静岡藩の大惨事になったりしてですね、静岡県の政治を引っ張っていくわけなんですけども、やはり中央政権にも大久保一郎さんの力が必要だというので、まあ、西郷さんをはじめいろんな方が説得してですね、中央の政府に参加している時期もあるんですね。で、その中で就任したのが東京府知事なんですね。まあ、今の東京都知事ですよ。で、その就任時にですね、建てた橋っていうのがあって、それが万世橋なんですけども、あの万世という名前を付けたのはこの大久保一郎さんですね。まあ、ちゃんとした読み方あれ、よろずよ橋らしいんですけども、まあ、通称の万世橋というのが定着してますね。あとは生活困窮者のための養育院というのを作ったりしてんですけども、その事業をですね、そのまま実業家となった元幕臣に託してますね。誰かというと、渋沢栄一さんですね。渋沢栄一さんはその後、ここの養育院長というのをずーっと務めてますね。もしかしたらこの養育院のことも大河に出てくるかもしれないですね。となると、大久保一郎さんも出てきてほしいですね。で、最晩年は表舞台を退いてお亡くなりになったのが1888年の7月31日だったそうなんですね。だからこれだけの経歴を持っていながら、多分街頭アンケートで大久保一郎知ってますかなんていう聞いてもね、知らないって方が多いと思うんですよね。ただね、そこがまた僕はこの大久保一郎さんの大きな魅力だと思っています。どうやらお墓は府中市の多摩霊園にあるそうなので、私はまだ手を合わせに行ったことがないので、これを機会に行ってみたいと思います。以上、7月31日今日の歴史3分講座でした。今日も一日頑張れ歴史。7月もありがとうございました。